アントワーヌ・シャルル・フェルディナング・ザビエ・フォルヌレは、フランスの小説家、詩人、劇作家、アフォリスム作者、バイオリニスト。別名、白い顔の黒子の男。ブルゴーニュ地方、ボーヌの裕福なワイン農家の長男として生まれる。幼少期からバイオリン演奏の才能を見せ、パリ国立高等音楽院教授、ピエール・バイオに支持する。愛機は、 父親から譲られたストラディバリウスだったとも伝えられる。19歳の時父親が死去し、莫大な財産を相続する。その財産を元手に、分断での栄光を求めて、劇、小説の創作に打ち込む。1834年、パリに出て古幕劇、二つの運命を自費出版するが、劇場、批評家からは目殺される。以後、 1870年まで議曲、小説、アホリスム集を多く発表するが、いずれも評判を呼ぶことはなかった。1848年2月革命により、第二共和制が成立すると、ホルヌレは政治新聞の刊行、執筆に熱中する。当初は同郷の詩人ラマルティーヌを、ついで右派候補のカベニャックを支持するも、ルイ・ナポレオンが初代大統領に選出されるや、 ルイ・ナポレオン支持に転向する。やがて、ルイ・ナポレオンが、ナポレオン三世を名乗り、第二帝政を祝に及び、ホルヌレは、弾圧を恐れ、嘘な皇帝賛美の死を乱作する。私生活では、些細なことに難癖をつける訴訟マニアとして近隣から、恐れられた。相続した財産は、文学、劇器の上演、訴訟、政治活動に使い果たし、1884年、 生まれ故郷のボーヌで、困窮のうちに死去。20世紀に入り、アンドレ・ブルトンらシュルレアリストがフォルヌレの作品を再発見、紹介した。発端は短編小説、そして月はテリ、ロが降りていたがシュルレアリスム運動の帰還し、シュルレアリスム革命第9.10合併後に掲載されたことであった。日本では渋沢達彦によって短編小説が翻訳。 紹介され、久保田初いよいよ、滝田文彦編、フランス幻想文学傑作戦などにも収録されているが、2015年に短編集、失われた時が風当社から刊行された、主な作品翻訳書、ありがとうございます。